ハリオザポースプです。現在の時刻7月21日19時41分フェスティの前あと1時間20分しかないんですよ。まあ、ミステリーゾーンの実況を何としてもやりたいんで、ちょっと早速やっていきましょう。あ、フレンドの名前がフェス速報に載ってる。それおいでね。まあ、次でね、まあ、勝てば永遠に上がれるんで、それを目指していきましょうかね。初戦負けたんで、今度こそ永遠をね、狙うためにやっていきましょう。まあ、同士打ちだったからよかった。初列の初列に反映されるんで、同士打ちは。次はなんだ、もずくの前か。10倍マッチ来た !10 倍マッチだ。100倍で、ほうではないですけど、重要ですからね。しっかりとね。一挙引き入れて。10倍マッチ。ほんと今回やれるな。さすが遭遇率100倍だよ。これ3回目ですかね、こういうの。おどこだ。よし、いたいた。なんだろう、時間帯が、もう、フェス終了間近だからか、ちょっと音楽違いますね。よし、OK。音楽違いませんか、これ、なんか。結構歌声がちゃんと聞こえてる感じで。はい、超大雨降らしい。マジか、マジか。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、挟まれた。そう。BGM が何でなんでしょう、これ。さっきやった時もそうだったんですけど、この、美容にあと少しが終わってとこの BGM 似てるんですよね。あれですか、ちょっと待って。もうちょっと来ると思うけど、来ないな。まあいいや。敵どこだ？今敵どこにいる？あそこか。あ、ええー、嘘、負けた。あ、ここ。てん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 。みたいな感じで。あ、似てませんか？結構。やべ。マジかー。すごいなー、これ。この、ちゃんとね、最後のね、この時間帯専用にね、なんですかね、多分。この歌をね、用意してくるあたり、さすが力の入れようが違いますよね、もう。お前、どこや？お前、この間。ねえ、あ、オッケー。ダメ話はね、まあ使える時に使っていきますよ。置いて、おし、どこ行ったやつ。敵もうすぐ一人こっち逃げた気がするんだけど、まあいいや。よし、真ん中大丈夫か。まあいるじゃん、普通にいるじゃん。うわ、しまった、寝れんかった。この最後の終わり方が好きなんですよね。この、歌声のまま入ってくっていう。惜しかった！危ない！危なかった！負けどこだった！10枚待ち勝ちましたよ。おい、これで速攻の2回目ですね。おお、1位だ、1位。あー、危なかったな。0. 何パーセント差だった。おし、永遠になった。よし、この10枚待ちで永遠になりました。いや、いいですね、この、狙い方は。ミステリーゾーンでね、テンタクルズが見れるらしいんで、運がいいと。それを何としても見たい。そして実況したい。ん？お、ミステリーゾーン10枚マッチ。つながってた。よし、このミステリーゾーンですね、まあ、今回は、なんか、何でしたっけ？有料分の制限列の、吹っ飛ばすエディションみたいなのを
要素があるらしくて、まあなんか、いいロボでしたっけ？そう、あれあれ、あそこにボムみたいなの出てくるんですけど、まだ見えると思うんですけど、まあそういうところが、なんか、ほんと、奥間戦士のエンディングあった人には感動的な演出みたいな、そういう感じらしいんですよね。まあ自分ちょっとそれ買ってないんでわかんないんですけど、あ、なんか、あー、ダメだ。あー、嘘、知ってた。あれがなんか、奥間戦士のダスボスみたいな感じらしいんですよね。あー、天田くんってあそこにいますね。なんか、ラスト1分になると、メガホンデータが出るらしいんですけど、なんかそれも、天田くんやってしまった。あー、それか。これなんか、レギュラーマッチの最強武器調べたら、最強武器の一つ出てきたやつだ。あ、これですね。イーラモムっていう。よし。あ、カーリンゴムが、カーリンゴムが当たった、クソ。これは買っていきたい。なんとしても勝ちたい。おい、なんか、出て出て。ああ、うえ、今いた、いた、今いた、いた、今いた。ああ、またこの人か、またこの人か、多分同じ人やな、クソ。ああ、負けない、負けない、負けない。ここで負けなきゃいけない、本当に負けなきゃいけないから、ここは。よし。あ、これですね、メガホンデータが打てらしいんですよ、ワンの。あ、週末の歌声。あ、これ、姫が降臨してきて、メガホンデータを打つ。あ、やっちゃった、やっちゃった。あ、これ増えてね、メガホンデータ、メガホンデータ打ってた。うん。まあ、これもなんか、オキトセーションの、出たらしいんですけど。あ、これを爆発させていく。よし、勝って、勝って。いけるぞ、いける。で、メガホンデータ今、変なとこ行っちゃったな。すいません、ミガさん。全然分かってるぞ。いいね、いいね。イカスティアさっき溜まってたけど使えなかったな。まあいいや、メガホンデータの方が薄いだろ、やっぱ。イカスティアは最後に使いたい。よし、イカスティアを使って最後に、突撃。よし、突撃。あー、まあ、突撃、突撃。よし。よっしゃー。来た来た来た。おっしゃっしゃー。ジェーマッチ見せていいぞ、あっしゃー。まあこれ、リア先輩って言い出してるんですよね。まあなんか、イーダが作った、まあ、ヒュー先輩のステージみたいな、そういう感じですよね。ね、これ。あー、しかった。あ、最下位だ。でも最下位だ。すいません、ミカルさん。で、こ、おー。あ、ジェイツ、このチームウェイって、よーし、よっしゃー、10倍マッチ。おっしゃー。で、ここにあるチーム名、これじゃないな。おしゃべりマッチ買った。よし。これチーム名、自分で出てるんですけど、このイカ界ですね。このイカ界っていうのは、なんか、ジーメイは、なんか武器が、お揃いのやつなのかな、多分。がある時に、そっからつけられるみたいな、そういう感じですよ、ね。ミステリーゾーンも、堪能できたことですし、まあ、やっぱ結果を待ちましょう。よし、勝手が秩序。それじゃ、スパートゥンズの脱出の結果、見ていくとしますかね。まあ、本当はね、もう、ツイッターとかに投げてきて知っちゃったんですけど、まあ、やっぱり自分の目で見ないんでね。さあ、見ますか。はい、感じです。よし、臨時です。よし、速攻。投票率はまず、コントの方が上なんですよね。そんで、あ、で、嘘。あ、こういう感じなの、こういう感じなんだ。僅差だけどさ、結構コントも秩序も僅差だけど秩序が全部負けとんだ。うわ、マジか。
そういう感じだったんだよ。マジか。あーでも3対0は覚悟何なんだこれ。え、マジか、マジか。そういうこと、そういうこと。いや言葉になってなかったの。まあ、なるほどね。おほう、なんかいいこと言ってんだ。むっちゃ楽やん、むっちゃ楽やん。いいな、なんかこれいい、なんかいい話でまとまったな。よし、フェス21個。あー、まあ勝ったらもうすぐもらえるんですけどね。まあ一番上まで称号もあげたけど、まあ負けちゃったんでね、しょうがない。はい、それでは、まあ皆さんラストフェスお疲れ様でした。はい、それでは今回はここまで。それではまたこの